おにぽけで知らなくちゃー。そういえば、霊夢さんはガキガキの第4世代ですよね。私もヒロナさん、アニポケで見るのは初めてだからものすごく楽しみです。今回ハイパークラスでデンジさんの発言から察するにマスタークラスにいるから、いずれはサトシと対決するかもしれないのよね。確か、アニポケでサトシはヒロナさんと対決してないんですよね。ダイヤモンドパール、ベスト一種でヒロナは登場するんだけど、旅で協力はしても、直接ポケモンバトルはしてないのよね。サトシなら出会って強いポケモントレーナーだと知ればバトルしようぜって勝負するはずなのに。だからこそ、今回こそはサトシとシロナの対決は必須でしょうね。ルカリオのミラーマッチや600族同士の対決もできるしものすごく楽しみなのよね。今のサトシの手持ちは過去史上最強って言われているからシロナさんにもいい勝負するんじゃないですか？いやー、そうでもなくてね。今回のサトシパはガブリアスにかなり弱いのよね。まず、海竜や魚のラゴンにドラゴン技、ルカリオ、ピカ様、テンガーは地面技が弱点ね。でもアニポケなら相性関係なくクリアしてくれるかもしれませんよ。まあそうね。ゲームの対戦とアニポケのポケモンバトルの勝手はかなり違うけど、やっぱりガブリアスをなんとか一体で倒さないと結構サトシの難しいでしょうね。だからこそ、私はサトシの海竜に頑張ってもらいたいわ。海竜ですか。お互いドラゴン技で弱点つけますし、何より海竜とガブリアスの600族対決ありものですね。今回の PV を見るにサトシとシロナの再会は結構近い。だからこそ今後の私が期待する展開としては、再会したサトシは自分がどれくらい強くなったのかを見てもらうためにバトルを申し込むと思うのよ。昔、サトシのライバルだったシンジがシロナにバトルを挑んだように。そして、シロナさんは当然相棒のガブリアスを繰り出すわけですね。そして、サトシのことだからドラゴン対決として海竜を繰り出すと思うの。ここで早くも600族対決ですね。そうね。でも、最初のバトルはサトシの海竜は一矢報いはするけどかなり格の違いを見せつけられて負けるんじゃないかしら？サトシの海竜はバトルはあんまり好きじゃないけど、サトシが喜ぶからこそバトルをしていることがアイリスの言葉からわかっているのよね。実際海竜が立ち上がったり、ひるみそうになるとサトシの顔を見ることで奮起しているわ。でも、今回シロナとバトルするならシロナのガブリアスに敗北することで初めてバトルで負ける悔しさを知って強くなるんじゃないかと思うのよ。やっぱりポケモン同士でもやっぱりライバルになるのは熱いですよね。サンムーンにおいてもグラジオの真夜中ルガルガンと、サトシの黄昏ルガルガンよろしく、福井博士のガオガエンとサトシをニャヒートみたいに海竜にも超えるべき壁が出てほしいですよね。この予想している600族対決がないにしても、サトシの豪華ザルが再び加入してガブリアスと戦う展開も良いし、期待できる要素がシロナ戦にはたくさんあるわね。でも霊夢さん、今もうサトシは6体ポケモン揃えてますよね。多分入れ替えるにしてもサトシの性格的に最低2体くらいしか過去のポケモン買えないとは思うんですけど、この場合は誰が外されるんですかね？やっぱりネギがないと。格闘タイプ2体な上に単タイプのネギがないとはぶっちゃけいらないし。ちょっと悲しいけど妥当としか言えないのが。やめろ！死にたくない！死にたくない！